えとそれじゃあですね、あのー、簡単にですけどマイコンの成り立ちについてちょっと語りたいと思います。まあ、ちょっと私の趣味全開になるところもあるんですけど、まあ、あのお話だと思って気楽に聞いてくれればなと思います。はいえー、とま,あまずあのコンピューターその成り立ちなんですけれども、まあ、よく皆さんも聞いたことあるかなと思うのは世界初のンです。えー コンピューータ電子計算機ですね、エニアックという名前聞いたことあるかもしれません。まあ、あの概念としてのルーツで言いますと、あのバベッジの開催機関というのも聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、これがあの、えー、と多項式の計算をするようなです、ね、機械式の計算機ですね、チャールズ・バベッジというイギリスの人が作ったものですけれども。 えとただまあ考え方としてより重要なのはそのバベッジが、えー、と作ろうとして、まあ、未完に終わった解析機関というものの方ですね、まあ、こっちはあの実際にできたけどこっちはあの未完で終わったんですが、えー、と何がすごいかっていいますと,、えー、とまあ自動的にただ計算するってだけじゃなくてです、ね、プログラマブルであったというところなんですねここがあのコンピューターの、えー、まあ発明の上で大きなポイントの一つでしたで、えー、とまあさらにそのです、ね、考え方のルーツになっているものに、まあ、産業革命機のあの初期の食器織機ですよね えとして知られているジャカードの食器、まあ、この人フランス人なんでジャカールの食器という方が発音的に正しいらしいですけれども、というのがありました。でこれあの織機なんですけれども、まあ、いわゆるパンチカードみたいなものでですね、あの網目のパターンっていうのをプログラムすることができたんですよね。だから当然この当時これコンピューターなんて言ってませんでしたけれども、実はえっとプログラマブルなえっと自動計算機のルーツとしてはここがとても重要であるということがあの言われています。 で、えー、とまあこの辺が全市ああ、えー、にあたるところなんですけどもいわゆる電子計算機として、えーはあのー、開発が大きく進んだのが1940年代ですね、えーとまあ、当然この時代からしてなぜこんなに発達したかというと戦争の影響があったということはまあ皆さんあ想像つくと思いますしあの技術の負の側面としてです、ね、皆さんも知っておく必要があるところだと思います、えー、このエニアックというのも元は弾道計算のために作られたコンピューターです で、えーとまあ、このエニアックの頃、まあ、これはあの真空管で作られた電子計算機ですけれどもフロア1個を占拠するようなですね、今巨大なコンピューターですねで、えーとまあ、それに続くエドサックとかエドバックとかやれてるこの辺り、まあ、戦後の時代ですねこの辺りにですね、えー、先ほど話したノイマン型コンピューターストアードプログラム方式といってメモリにプログラムを、えー、もあの保持して計して えとそれを読み出して実行すると、まあ、そういう形のコンピューターが作られたんですねですからまあアーキテクチャとしてはここはとても重要ですでまあその後ですね商用、まあ、メインフレームで有名なユニバックとかっていうふうに発展していくんですがちょっといくつかこの、えー、と青字とか赤字で緑字で書いてあるところがありますよねえっ、ー、とコンピューターの発明というものを語る上でそのプログラマブルであるということともう一つですね重要なキーワードとして演算素子スイッチとメモリの進化ということを ぜひ頭に入れていただけるといいかなと思います。そうするるとととコンピューータのの発展いいうものがよくわかると思いますすごく大胆に切ってしまうとコンピューターの元素というのはスイッチとメモリなんですね。えっとこれがこの2つができればコンピューターというものが作れるということでコンピューターの発展の歴史はこのスイッチとメモリの発明の歴史といっても過言ではありません。えっとその、まあ、特にこのスイッチの部分このスライドに書いてますけれどもまあ,あのプログラムの元となる 組み合わせ論理回路ですね、えー、組み合わせ論理回路っていうのは入力の組み合わせで例えばアンドとか OR とかエクスクルーシブ e o みたいにですねあの入力の組み合わせで、まあ、真実症で出力が決まるようなそういう論理回路のことを組み合わせ論理回路というんですけれども、まあ、これがあればプログラムが作れるとで組み合わせ論理回路を作るためにはじゃあもっと根本で何が必要かっていうふうに問い詰めて突き詰めていくと NAND ゲートが一つあればできるということが言えるんですねまあこれはあの ロジカルに証明できることなんですが、難度論理の完全性といいまして、ここに示したような難度、つまり難度というのは、安度を否定した、安度の出口を、えー、反転したものなんですけれども、これができさえすれば、あとはその組み合わせによって、どんなに複雑になろうとも、すべての組み合わせの理解路が作れるという、そういう事実があるんですね。で、えーとまあ、難度ゲートといいますと、安度は、まあ、両方がオンになったときだけ出力がオンになるというものですから、 難度というのは心理値表で書くとこうですね。入力が両方とも1になったときだけ0で、それ以外は1が出てくるよと。こういうものができて、それを組み合わせることさえできれば、まあ言ってしまえばコンピューターが作れるということなんですね、えー。これを実現するためにはコントロールできる、電気的にコントロールできるスイッチがあればいいんです。えっと、例えば一番簡単なイメージ、こんなんですね。プルアップ抵抗があって、2つスイッチが並んでいます。 でここに出力を取ってきてるんですけどもこれも見てすぐ分かる通、えー、とおりえっと両方のスイッチを押した時にだけここが全部導通して Y の電位が下がって0が出るローが出るわけですねでどっちかでも開放になってればここは釣り上げられてますからハイが出てくるということでこれまさに難度回路になってるわけですでこの A と B を押すスイッチというのが A と B を押すというのが電気的に実現さえできればこれ手で押せたらしょうがないですから Y の出力がさらに次の NAND ゲートにつなげることができれば、これを組み合わせていくことができるわけですね。だから電気的にコントロールできるスイッチをどう作るかということに集約されていくわけです。ということで、えー、とコンピュータの、えーの、まあ、発明の歴史というのは、スイッチとメモリの発明の歴史というふうに見るといいかなと思います。まあ、上がその 歴史的なそのスイッチですよねもっと一番最初ハーバードのマーク1の頃はリレーを使ってましたまあリレーっていうのは要するにこれ電磁石ですよね今でもありますけどもちろん、えー、と電磁石でここ引っ張ってスイッチをオンオフするというものですねだから初期のコンピューターもバチ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 火花散らしながら計算してたわけですけども、まあ、それがあの今でもあのまあレトロオーディオで使われてる真空管に発展して半導体で作られた、えー、とトランジスタができて集積回路ができてというふうにしてえ小型化していったわけです。 ね、だからこの流れがスイッチの発明の歴史です。まあ、もう一つは、えー、とメモリの歴史で、あとはじゃあ情報をどう蓄えておくかということですよね。スイッチとメモリがあれば、スタティックな論理回路だけじゃなくて、前の状態を記憶しておいて、それを、えー、それに依存した結果を出すような動的な論理回路が作れます。この2つが揃えば、もうコンピューターは作れるということなんですね。初期の頃は えと水銀遅延線とか磁気コアメモリとかっていうのが使われてました磁気コアメモリはですね意外に長い時間あの期間使われてたんですけど水銀遅延線っていうのはこの、えー、と水銀封入した管の中に残留してる振動の有無で情報を記憶すると磁気コアメモリっていうのはこのこれ網目状のところに網目に一個一個フェライトコアが付いてるんですけどフェライトコアを磁化してその磁化の状態で情報を記憶するってものなんですよね。ものすごいこう物理物理してますけどもこれがまあ初期の頃のコンピューターです。 でトランジスタと同じく1960年代になってこのメモリというものも半導体化されて、まあ、要するに本質的にはコンデンサーに電荷を貯めておいてそれを読み出したり書き込んだりするってことなんですけど、まあ、それができるようになって集積化が進んでコンピューターが小型化していったと、まあ、こういう歴史になっています。はい、まずこれがコンピューータの発明に関すするお話ですね。 はいでその後はですね、まあ、コンピューターがどんどん発展していく流れなんですけれどももともと戦争のために作られたコンピューターというのが、えー、60年代に入りますとどうもこれはビジネスになるなということにみんなが気が付き始めましたで、まあ、ミニコンオフコンの登場ということで、えー、ビジネス市場がどんどん広がっていきますでこの時期に世界中のコンピューター市場を加盟してですね確固たる地位を築いたのが、まあ、ご存知の IBM ですね 皆さん知ってたでしょうか ?IBM の名前もちろん知ってたと思いますけど、その略称ですね。インターナショナルビジネスマシーンズっていうのが名前の由来なんです。もうド直球ですよね。はい。で、えー、IBM がまあこのコンピューター市場をまあ席巻していきました。で、この頃、単に IBM はあの売れるコンピューター1個作ったってだけじゃなくて、えー、とシリーズ化したってのが大きいんですね。これシステム360というのがベストセラーになったシリーズですけれども、要するにたくさんのラインナップのコンピューターを作っていろんなところに売るようになった。 でラインまあ、当然それはビジネスとしても成功してますし、えー、とたくさんのラインナップを作るということは、えー、と共通化したアーキテクチャを作ったってことなんですよね単発の商品じゃなくてコンピューターのアーキテクチャってこんなもんですよっていう、まあ、デファクトスタンダードの、えー、仕組みっていうのを作っていったのがすごく大きいところだと思います、まあ、この頃のコンピューターはミニコンって言われてたんですね、えー、どのぐらいミニかっていうとこのぐらいミニですはいこれまあブース1個分がパネルがこう5つぐらいありますけど えーとまあ、ブース1個分ぐらいですよねこれでもあの元はフロア1個とか建物1個だったわけですからそれがブース1個になったってことはコンピューターも会社で1台じゃなくて、えー、と経理部とか人事部とかですねグループで1個持てるようになったということで、えー、とてつもなく小型化したっていうそういう認識なんですね。はい、で、まあ、60年代になってさっき話した半導体磁気コアっていうのがあごめんなさい半導体のスイッチとか半導体メモリーっていうのが普及していってどんどんさらにこれが小型化していきます。 で、えーと、この頃日本は何していたかと言いますと、まあ、この巨人 IBM に立ち向かうためにですねあの国策で立ち向かっていったんですねこの頃あの日本の通産省、まあ、今でいう経産省ですけどこれがや,やったのは合唱連行策というやつですね、えー、といくつかあった日本の電機メーカーというのを単独でバラバラに立ち向かわせるんではなくてスクラムを組みましょうと。で えとまあ、当時のここにある6大電機メーカー、コンピューターメーカーですけれども、2つずつ、3つのペアに分けて、ですね、それぞれで組んで開発をして、まあ、お互いにさらに競争もさせるわけですけれども、えー、それで巨人 IBM に立ち向かっていったという、まあ、こういう政策があります。なかなか今ではこういうことできないかもしれませんけれども、まあ、この,あの国策主導のですね、技術開発ということで、一、まあ、つ特徴的なお話かなと思います。まあ、あの、 コンピューターの大きさという意味でも会社の大きさという意味でもまさにこう巨人たちの戦国時代といえるべき時代でした。さあじゃあこれがどんどんちっちゃくなっていってまあ、皆さんの前のコンピューターになるのかなというふうに思うんですけれどもちょっとだけ違う流れがここで出てくるんですね。これがあの今日この授業で私が皆さんにぜひお伝えしたいあの特に覚えていただきたいあの人のお名前です。はい えっと1971年にですね、インテルの4004という世界で初めてのマイクロプロセッサが誕生します。ままあ、実はあの同時期に開発されたもの、他にもあるので、いろいろ諸説はあるんですけど、まあ、通常、世界初と言われているのはインテル4004です。インテルもちろん皆さん知ってますよね。この会社、設立したのは1968年です。だから、たかだがこれの3年前、まだできたばっかりの会社ですね。で、えー、このこれ4004なんですけども、これを作った人。 日本の技術者です。日本の技術者が非常に主導的なあの役割を果たしています、えーっと。その当時は日本のビジコン社という電卓の会社にいた島正俊さんという方、この人の名前ぜひ覚えてくださいね。えー、それからインテルにいたテッド・ホフさん、フェデリコ・ファジンさん、この3人の人が、えー、4004を開発したと。でこれもともとですね、コンピューターを作ろうと思って作ったんじゃないんですよ、えーっと。ビジコン社というのは電卓をその当時作っていたんですけれども、まあ、個別の商品ごとに計算回路を作るんではなくて、 ある程度、その汎用化したものを作りたいということで、インテルに依頼、技術提携を持ちかけたんですね。で、そこで、まあ、このチームが出来上がって生まれていた。まあ、あのその中でもいろいろ紆余曲折、ドラマがあってですね、あのこれもいろんな本に出てますあの島さんの自伝かにもありますので、読んでみると面白いと思うんですが、えっ、ー、と、まあ、これ2300個のトランジスタで出ていていて、これほとんど一人で島さんが独力で設計したそうです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、あの、 こういったものが出来上がったんですけれどもあのビジネスの話とし,してこれすごいなと思うのは、えー、と当初まあビジコン社は電卓用の汎用回路として依頼しましたけれどもインテルはですね途中でこれ気が付いちゃったんですねこれ電卓の部品で割るものじゃないなとそのポテンシャルに気がついたわけですねで最初はこのビジコン社にからに依頼で作ってますからビジコン社の電卓に使うためのものとして使っていたんですけど途中でこれちょっと単体で うちの商品として売っていいですかってインテルはデビジコンに言ったんですね。これとてつもない先見の明だったんだなという感じがします。で、その後あの、インテルという会社が世界企業に成長していくわけですね。はい。で、こうやって生まれたあの4ビットのマイコン、これがもうマイコンの発明、マイクロプロセッサーの発明の時期ですけれども、これがどんどんまあ展開していくわけです。で、4ビットの次、えーまあ、808 80というのを経てですね、えー、と人時代を築いたのが、 インテルの80 80と,、えー、とモトローラあのもう一つの U ですね、えー、6800というものなんですけどこの辺りから、えー、と単なる部品じゃなくてこうマーケットがででき始めるんです。ちなみにこのインテルの8080 80この設計にも志麻、えー、さん関わってるんですシ志麻さんこの時にはビジコン辞めてインテルに、えー、移っていますでそこでまたフェデリコ・ハジンと一緒にこれを開発するんですねすごい人ですね で、えー、とちょっと先にこのスライド見ていただきますけども、えー、とマイルストーンとなった8080 80って 8bitCPU を搭載したあのコンピューターキットがあります。あ、え、る、ー、程度、8800というのがアメリカでまあ爆発的なヒットして、まあ、本格的なあの部品じゃなくて消費者に届くコンピューターキットとして生まれたんですね。ままだだコンピューター完成品じゃありませんキットですだから あのまあ、今でいうのはそう日本でいうトラギみたいな雑誌に載ってで宣伝されていてこういうことテクノロジーに興味がある消費者にまあ届いたものなんですけども、まあ、それでも、えー、と普及というものへの第一歩だったと思いますで同時期日本では、えー、TK80 というあのマイコンキットがあの発売されてですねこれも一世を風靡したそうですちょっと私もこの時期さすがにまだあの乳幼児なので、えー、具体的には知りませんけど実際に見てませんけれど で、こうやってあのキットになってですね、えー、いきますと、箱に収めて、キーボードをつないで、ディスプレイをつないでとかってううどん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 こう、あの、完成品に近づいていくわけですよね。で、今、皆さんが考えているコンピューターという形に近くなっていきます。で、話の流れを思い出してください。最初、あの、IBM とか、エニアックの話をしてましたよね。それがどん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 ちっちゃくなっていて、今のコンピューターになってるのかなと思ったら、ちょっと流れが違うん ですね、ここで電卓の部品として生まれたマイクロプロセッサーがそこに箱がついてインターフェースがついていって,言って進化して出てきたんですだから今のコンピューターの祖先っていうのは直接の祖先っていうのは言ってしまえば大型コンピューターではちょなくてですね電卓なんですよね途中から生まれた電卓からの流れっていうのが、えっと、今のコンピューターの祖先になってると大型コンピューターがちっちゃくなってマイコンになったんじゃなくてパソコンになったんじゃなくて電卓が 高機能化してパソコンになったと。まあそういうふうに言えるかなと思います。はい、で、えー、とこうやって市場が広がってくると、ユーザーが増えてくるとですね、ソフトウェアの重要性っていうのがが然増してくるんですね。コンピューターそのものじゃなくて、それを使いやすくするためのオペレーティングシステムとか、えっ、ー、と、プログラミング言語とか、そういうものが必要になってきます。で、この時期に、えっ、ー、と、大きな活躍をしたのが、ご存知ビル・ゲイツさんですね、マイクロソフトの。まだこの当時、 えーと20代で多分その大学ハハバードを中退した直後とかその時期だったと思いますけれども初仕事がこのアルテ8 8 0 0の上でのベーシック開発ということであのこのコンピューターそのものもさることながらソフトウェアの重要性っていうのをこの時期にいち早く見抜いていたっていうのがやっぱりビル・ゲイツさんすごいところだなと思います。こ、はいまあ、ここからはでですねあのもうこれで 普及品としてあのマーケットができてきましたのでどんどん発展していくわけですけれども <laughs> 失礼で、えーとまあ、80年代の前半になりますとあのさっきみたいなキットじゃなくてですね消費者向けの完成品として成熟して、えー、買ってきてコンセントをつないだら使えるっていう時代がやってきますで、えー、とそうなってくると当然こうゲーム市場っていうのがまた広がってくるんですよねえっ、ー、とチップの開発が70年代の後半で完成品としての市場っていうのが80年代の初めぐらいです この時代を代表する3つの8ビット CPU がこれです。MOS テクノロジーの6502、それからいことんでこのモトローラ a の6809ですね。あのこの、えー、6502っていうのはモトローラ a の技術者のスピンオフです。で、えー、と非常に普及した8ビット CPU に Z80 っていうのがありますが、これはインテルの技術者がスピンオフして、まあ、さっきの8080 80の上位互換として作ったら、こっちの方が売れちゃったというものなんですけど。 そろそろ想像つくかもしれませんがこれ作ったのまた志麻さんです志麻さんとフェデリコ・ファジンさんがインテルをスピンオフして、うん、ザイログという会社を作って作った Z808080 の上位互換が8ビット CPU の、まあ、事実上のスタンダードになったということなんですねはい、えー、どんな機器に使われてたかもうこれ見ると急になんか親近感湧きませんかねまあ皆さんにとってはちょっとこれでも かなり歴史上のものかもしれませんが日本では何といってもファミコンが知られています6502をいち早く搭載して爆発的に普及をしましたでアメリカではそのちょっと前にですね辺りの VCS ってビデオコンピューターがビデオコンピューターシステムですねこれがまあ,あのこれも全米で爆発的なヒットをして、えーまあ、社会現象になるほどだったんですけどちなみにこの辺りって会社の名前はあの日本語です囲碁の辺りの用語から来てるそうですねあの、まあ 設立者が囲碁が好きだったそうで。はいまあ、あのこういったその普及のコンピューターに使われてました。まあ、もう一つ大きいのはこの a p p l e II といってご存知、えー、と今の iPhone につながる Apple 社の初めての市場で成功した商品です。はい、あの開発したのはご存知、えー、スティーブ・ウォズニアックとスティーブ・ジョブズですね。残念ながらスティーブ・ジョブズは若くして亡くなられましたけどあのこの当時ビル・ゲイツと並んで後のコンピューター業界のキーパーソンになる人たちが、えー、やはり世に出てきたということなんです。 であのもう一つですね、市場で成功した8ビット c p u z 8 0とか6809っていうのは、まあ、日本のシャープとか NEC とか富士通のこういったコンピューターに使われてました。まあ、あのこの辺はホビーユースなんでね、あのホーム市場なんですけど私ちょうどやっぱりこういうのが流行った頃に小学生だったので、あの非常に思い入れがあるんですね。ということで、あのほんのちょっとだけ、これ完全にあの自分語りなので、あの興味ない人はあのあのちょっと動画飛ばしていただいて結構ですけど、えー、っと、これあの、 ゲームセンター嵐っていう、あのー、この当時ですね、あのー、非常にヒットした漫画アニメがありまして、この作者の菅谷充さんって人が書いた、こんにちは、マイコンっていう、えー、漫画があります。えー、これも非常にこうベストセラーになりまして、多分私と同世代のですね、あのーえー、人たちでこれを、この漫画を読んでコンピューターに興味を持ったっ人たちがたくさんいるんじゃないかなと思います。で私、小学生の時にこの PC61M2 a r k というパソコンを買って、でそれからこの、えっ、ー、と、この、 コンピューータのですね、Z80 の入門書ですねこれをあの穴の開くほど読み尽くしてあの楽しんでいました、まあ、小6から中1ぐらいの頃でしたけど、えーとまあ、こうやってですねあのこの時代にテクノロジーに興味を持って理系の世界に入ってきた人たちっていうのが私以外にもたくさんいるんじゃないかなと思いますでなんでこんなに楽しかったのかなこの時代と思うと多分ですねこのマイコンっていうのは何でも人揃い揃ってるちっちゃなユニバースなんですよね えっとできることめちゃくちゃ限られてるもう非常に性能低いんですけれど一通りもうキーボードからサウンドからグラフィックスから全部揃ってるで、えー、っとさっきの4ビットのマイコンなんかはあのパワポのスライド1枚で全部の命令セットかけちゃいましたけど Z8 時はもうちょっと複雑なんで1枚じゃ収まらないですがでもこの本1冊読めば 小学生、中学生でも中身を知り尽くすことができちゃうんですね。で、これを組み合わせて低い性能をくぐり抜けてですね、いろんなことをやるのがものすごく面白い達成感を持ったんだなというふうに思います。はい。で、まあ、んなんで、えーの、ホーム市場が非常に成熟したということなんですね。で、あと、まあ、16ビット以降のマイコンはですね、これ、どんどんまあビジネスでも使われていって、えー、まあ今につながってきます。インテルはその後、16ビットの8086、この辺から PC9801 に。 搭載されて、えーまあ、事実上の日本でのデファクトスタンダードになりました。386からが32ビットですね。で、えー、と今あの、私がこれ使っているパソコンも Core i7 で64ビットですけれども、ずっとこの KF で続いてきたものです。まあ、その間ですね、あのカウンターパートであるモトローラーとかですね、あのリスク連合とかっていうのがいろいろしのぎを削ってきましたけれども、まあ、この辺はちょっと詳しい話はやめておきましょう。えー、一つ言っておきたいのは、 えとそのかつての IBM とかのです、ね、ミニコンの流れ、えー、とは別にマイクロプロセッサーというのが電卓から生まれてきてそれがどんどん,どんどん高機能化してです、ねえー、とマイクロプロセッサーがもうコンピューターそのものになったということなんですねマイコンだけのものではなくなったということなんですでちょっとあの言葉の,あの言葉遣いなんですけれどえっ、ー、とですねあのさっきちょっと言いましたけれどあさっきここですねここね こんにちはマイコンってタイトルになってますけど、このマイコンはパソコンのことなんですね。80年代前半までは、今でいうパソコンのことをマイコンって呼んでたんです。で、それがまあこのあたりからですね、パソコンっていう別の言われ方をするようになって、でそうするとこのマイコンってことはもうちょっと狭い意味になりました。あのプリンタとか冷蔵庫とかですね、あのまあ、あの炊飯器とかですね、あの組み込み用のコンピューターに使われているマイクロプロセッサーがマイコンと呼ばれるようになりました。 でさらに、まあのえーと、スマホとかですね、まあ、そういうあの携帯用のコンピューターにもマイコンって当然使われてますので、えー、競技にですね、制御用の組み込みコンピューターがマイコンと呼ばれるようになって、今ではあのマイコンという言葉は、元はマイクロコンピューターだったんですけど、まあ、今ではマイクロコントローラーの意味が、えー、とベースだと思います。もちろんこれ、明確な線引きは特にないんですけどね、マイクロコントローラーの意味に、えー、と競技になってきました。 ということでまあ、こういう流れを経てですねえっ、ー、と最後この,あのワンボードからワンチップになり始めたのが90年代からですねえっ、ー、と最初はこの LSI に乗っていた Z8 とかの CPU に周辺回路がついてコンピューターのボードがあってそれを箱に入れてパソコンとして売っていたんですけどそのうちこのボードそのものがですねギュッと1個のチップになっちゃうんですねそうするとマイコンっていうのもこのカードサイズの1つの えと板切れ1枚にです、ね、コンピューターシステムが乗っかるようになっちゃったんですね一つの、えー、とマイルソンになったのが東芝のこの TMPZ84C0 っていうこのシリーズなんですけれどで、えーとまあ、こういった流れでですねあのマイコンはどんどんあのワンチップ化が進んできました、まあ、有名なところでいうと日立とか三菱電機とか NEC とか、まあ、それぞれですねあのメジャーなシリーズを作っていて今ではこの辺りのマイコン事業は全部統合してルネサステクノロジーというグループになってますけどで えーとまあ、アームとかピックとか、まあ、このライバルチップがありまして、えー、皆さんが今実習で使ってるご存知アルディーノっていうのは、えー、とこれと、まあ、同列に並ぶアトメルの AVR というシリーズの CPU を使っています、はい。ということで非常に駆け足なんですけれども、まああのジャカールの自動食器から始まってアルデーノまでの流れっていうのをちょっと外観しました。